コツコツパワープロをやっているマッソギブスです。はい、今日はですねパワープロやっていきたいと思います。で、今日はね何をしていくのかと言いますとね、2月になったじゃないですか。ですんでこっちショップのメダル交換所 SR ガチャ券ですよ。はい、交換できるんで、ちょっと SR ガチャ券をゲットして今日は行きたいと思います。あー、1万使っちゃった。はい、でこれはまずボックスに来るのかな。あ、もうこれでガチャ引けるみたいですね。でね、今日はね弟がまた来てるので、弟の運をね借りて今日はやっていきたいと思います。じゃあお願いします。いいよ。狙いは、狙いはマネージャーは今いっぱいいるから、選手、投手でも打者でもいいキャラが欲しい。あ、どっちでも、どっちでもっていうか、どっちかですごいこの選手いいよねっていうキャラ来てほしい。あと被ってほしくない。被ってほしくない。うん、じゃあお願いします。いきます。剣を使います。剣を使うからのガチャル。ガチャル。あ、もうこれで、あれ、もう決定。もう決定なの、うん、早いな。やばいやばいやばい。これね、何が出るかってことなんですけど、果たして、あー、またマネージャー。これを持って、持ってない。あ、いいじゃんいいじゃん、持ってないけどさ皆さんね、こんなことある。モテ期じゃん。モテ期ですよ。だってほら、マネージャー今は えらいいますよ。いやー、そいつはどうなの。これは割と初期からいて、初期超使えたけど、今さらにもっといいこうマネージャーさんたちがいるからっていうのはあるけど、でもいいキャラですよね。うん、はい、一応レベル1上限解放しました。はい、ということでまたもや彼女キャラが増えてしまいました。マッソゲームズなんですけど、またコツコツパワープロやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、はい、ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソゲームズでした。バイバーイ。